そういやさ、興味深いものを見つけてさ、二次三次配信分析ボットのさ、やつ。チャンネルの配信でチャット文章中に可愛いなのが含まれている割合の、何これ、ランキング？これランキングなのか。なんだけどさ、これさ、未来人さ、いや別に順位はどうでもいいんだけどさ、待って、いくつだったっけ？未来人ね、78位なの。これランキングだよね。78位なの。で別に、ランキング自体は本当にどうでもいいし、言われるうのこうのは何でもいいんだけどさ、ここに着地一しよう。個だけなんか気に食わないこ精とが神あってのさ、破壊、紙一重。私さ、その場所で会いましょえ、う。ジェットちょっのと準備を急降下待って、間違するってさ、あわれよ。なんだ、もう一回確認するね。あ、やっぱそうだ。私さ、前泉さんに負けてるんだよね。こっちへ行こう。ょっと許せなくない？ いや別に可愛いと言われることに関してはどうでもいいっていうのはさっきも言ったんだけどさ、単純に奴に負けていることそれ自体に気が食わないんだよね。気に食わないか。ちなみに顎にも負けてる。いや、君顎に話はしても負けさ、る。ただのバカいいだ。よ、別に。チャンピオンです。いいんだ。なんか、トガミトあたりは、正直言われるゆえんがわかるから、前住さんわかるけど、いや、違うな。私は単純にあの人に負けているという事実が気に食わないだけなんだろうな。